良くなって帰ってくるからな。そしたら施設を送りにしてやるから覚えとけ。バラバラ、あの夜のこと、ごくり。うわ、何あいつ、うわうわあ、なんだこいつは。エヴァ殿、エヴァ殿。あ、挨拶するの忘れてた。異業の皆さん、ごきげんよう。異業の超人、エキトナです。今回は、前回お蝶に敗れ、あおらしらうらにゃう。突然叫ばせるから、お前むせてしまったじゃねえか。あちょっと説明しようとしてたのに。前回お蝶に敗れたので、いや、あいつはまだもっと先に倒すべき相手だと思ったので、こっちに進んでいない道を進んでいこうかと思います。だってあんな強いおばあちゃん無理だもの。いつか成長して強くなって帰ってくるからな。そしたら施設を送りにしてやるから、お前だけ頑張ろう。あそこを突破したいが、なんかものすげえぶっ放してくるやついいんだよな、キャノン砲を。ちょっと、うわ、あいつ、このご時世になんだキャノン砲があんのかよ。あいつ、お前か。うわ、こいつ迫撃しない、飛び道具ばかり使っているお前はすでにパワー負けしている。黒色小炎、黒色小炎、炎症、火薬の元となる黒い、なんかすげえアイテム拾ったぜ。さすが火薬のお化けのことはあるな。よし、下は一掃したかな。あ、まだいる。いっか、あいつらはほっとこ。ちょ、うわさて、道の領域広い。あ、コカトリスがいる。あ、なんだあれ、ん、なんだあれ。待った、鬼仏発見。まずはこれだろ。う、危な、やったー。鬼仏。よし、これで安心。ちょっとあれ、なんだ、あのピンク色のなんか、なんなんこれ、宝石かそれ。ん、あ、なんかいる。なんだ、あー、びっくりした。カタシロス、あ、おまちゃん、おまちゃんが骨になってる。あれ、これミコミコの主じゃん。え、待って、ミコミコの、ちょっと待って、おい、コカトリスが怖い。ちょっとやめろよお前、今俺話してんだから。エマじゃないのこれ。え、エマとコ、エマとコカトリスじゃない、エマとミコミコの主。え、どういうつながりこれ。おんまちゃんが死んでる。よし、いい子だ、お前はそこでじっとしていろ。ここは何よ。あ、こいつ、おんや、見覚えのある、久しいの、親父。ああ、忍びの旦那だ。忍びです。いや、あの世以来ですね。あ、そっか、あれ3年前の話だから。え、旦那覚えてねえんですか。いや、覚えてるって。いや、覚えてるって、狼よ、狼よ。なるほど、覚えてねえ。あれ、やっぱなんか記憶ソースなのか。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は覚えてるぜ。それから足を洗って、お前倉庫すっごいあれしてたよな。火事場泥棒みたいなことしてたよな。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにチートばかし銭を用立てていただけやせんか。何？それを元手に旦那にもきっと
役立つ品を仕入れやす。でもお高いんでしょ。ちょっとそれあの夜のこと話して差し上げましょう。どうですか、あの夜のこと。悪い話じゃねえでしょ。いくらや。あ、50銭か。情報、え、なに情報ゼニーだ。情報屋的な役ことなの。お店かと思ったわ。話してくれ、話してくれ。ああ、もちろんでさ、あの夜、あの夜のこと、ごくり。平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家。ちんけな野党なんざ、普通は帰り討ちです。アシナの分家。けど、先だっての戦の折だ。若い侍は、ほとんど手払ってた。お前らそこを狙ったのか。そこを狙って、押し入りやして。悪い奴らだな。火を悪い奴らだな、こいつら。その最中でさ、旦那は、お前火事場泥棒じゃないじゃん。そしたら旦那は何かを主犯じゃん。探してた。そんな風に言えやしたね。それはミコミコの主のことかな。そんなもんでさ。そうか。ああ。強いババアがおってな。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ボコボコにされてきたところだ。ねえ。旦那、お代さえいただけりゃ他にも知りたいことを。お前まだ金取んのかよ。お教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。50円あげたじゃん。情報屋だな。100銭。ちょっと待ってよ。いただいた銭を元手に品を仕入れて。本当に旦那、楽しみにしていてください。お金あげればあげるほどいいものお前品揃えてこいよ。ちょっと100円持ってくるから後で。ここ町か、町か何か、村か何かか。あ、何、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、え、なんか奥にいる。待って待って待って、周り周りを。あ、盗み稽古。縛るだけでは不安じゃの。赤鬼、戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる。そういうお達し。ほほん。お達しね。変わっちまったな。アシナの戦も。なんか火吹きの任具の説明にもなんか書いてあったよね。赤鬼が、赤鬼は炎を嫌うみたいな。うわ、来た。弾薬。よし、あの情報をくれたあいつらをまずやるか。ちょっと待って。何気に広いんだよな。ちょっと細かく探索して。あちょう、あとはお前だ。おら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 うえおらおらおら、よし、あちょう。よし、あとは。うわ、何、うわ、何、あいつ、いや、さっきむっちゃ叫んでる。うわうわ、何こいつ、なんか、え、なんか縛られてる。そういうプレイ。あ、あ、赤鬼だって。え、こいつが赤鬼。うわ、お前が赤鬼か。お前火が怖いんだってな。うん、つかみ攻撃、タイミングよくステップすれば。あ、オッケー、ステップをして避けろということだな。新しい技じゃないよね。よし、うわぁ、ちょっと、うわぁ、折れる折れる、うわぁ、むちゃくちゃ仕上がるこいつ。伊勢超必殺ドラゴンブレス。おら、あ、むちゃひるんでる。チャンスチャンス。え、なんでなんで、待って待って、ちょっと待ってよ。おらおら、うっとぉ、なにこいつ、むちゃくちゃ仕上がる。うわぁ、もう一匹来た。セカンドウィンド。うわ、ちょっと雑魚がうざい、これ。あ、お前やりやろうか、バカめ。危な、ちょっとたまたまたま、なんだこいつ、なんだこいつ。うわうわ、なんだこいつは。こっちから、あ、見つかった。あ、やばい、こっちから。あのやりやろう、いたぞこいつ。さっきは痛い、やばい。ほら、さっきお前のせいで死んだんだ。あとは赤鬼お前だけだ。アイテム
いて身分をせ、うん、行くぜ。うわうわうわ、え、うわ、なんなのこれ、なんなんこと、裏ゴリバイブ。よし、昼目昼目、ほら、よしよしよし、待て待て待て、話せばわかる。ほら、燃えればわかることもあるだろう、赤鬼よ、燃えろ。うぅ、そんな大振りで攻撃俺が効かんぜ。ほら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 、逃げた。うぅ、範囲広い。うぅ、にこいつ。ケイ、さあタイタン族の末裔よ、俺がその呪縛から解き放ってやる。さあ来い赤鬼、レッドオーガータイタンスレイヤーとしてお前を撃つ。怖い。よし、見切った。あ、なんか出た、あ、なんか今出た、なんだあれ。おりゃー、ドラゴンブレスの味はどうだ赤鬼よ。うわーうわうわうわー、痛い。ひょうたんひょうたん、くそがー。よし、ひるってるぞ。うら、逃げて。よし。ああ、ちょっと、なんなんこいつ。やめろ、くらえ。待て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 、ドラゴンブラス。おら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 、うわ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 。ザオラルセルフ。よし、バカめ、俺後ろだぞ。おりゃ、よし、おらおら、よし、ここだ、ライジングストライク。あ、そうだ、まだ1個あった。さあ、あいった。ザオラルセルフ、あとはお前の命は一つだぞ。お前のた、うぅ、やだ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 。エヴァ殿、エヴァ殿、慰めておくれやす。お主とクロウ様の、なんか会話が違う。幻、お、お嬢のことか。今はどこにいる。アシナの城、あの幻か、2人で、やっぱりエマか。囚われとなっておいでです。なんで、何者なのよ。城の門は閉じられています。エマ殿、そうか、拙者に何か隠し事はござらぬか。よくま、は、待って、何これ。入れた血の塊ですね。あ、あれ、見せてください。 なんだっけ、なんかあったよね。武士殿のものと同じように血の色がわずかに流石のなんちゃらって。だがこれは、うん、足りるか。エマ殿、そんな血の塊、これで流害の調べを進め、あ、流害か、また人が吐いた塊をそうやって手で転がして。期待していてください。どんな聖域だ、どんな、いや、拙者はどんな聖域でも生まれつき、エマ殿ならば許せる。またおっちゃん。あ、なんか死にかけてる。おい、ちょっと、なんか、なんかない、なんかないのかよ。あいにく、うぅ、なんだよ。おぉ、誰も慰めてくれねえじゃねえかよ。やるっきゃねえだろう、男、忍び狼。ちょっと、印刷できねえか。うぅ、バレる。来いよ、タイタン族の末裔、レッドオーガよ。その呪縛から解き放してやる。待ってろ、今、おとなしくしてろ。よし、ここだ。おら、おら、おら、うう、お前の攻撃は全て見切っている。ドラゴンブレスを食らえ。どうだ、熱いだろ。ほら、ほら、待て待て待て、逃げた逃げた逃げた、しまった、チャンス、いった、うう、
うわ、危ない危ない。ほら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 、ほらほら、ふっ、よし、ここだ、よし、ほら、うん、いいぞ、雑魚が。さあ、どう来る、ふどう来る、ほら、これは俺とお前との読み合い。大ぶりな攻撃しかできないお前の攻撃はもうすでに見切っている。どうだ、メズムシの痛みはよ。うわ、ほら、ドラゴンブレスを使うまでもないわ。ヒットアンドウェイ、これが白身の戦いよ。その小さな脳に刻みつけたドラゴンブレス。忘れた頃にやるんだよ俺は。脳天直下斬り、うりゃあと一アウト。なんかちょ背中にちょこちょこあれ、なんなん、矢印出てくるの。うい、よいしょ、あー、うわうわやったな、やったな、お前ドラゴンプラス、おりゃおりゃおりゃ、おら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 、大ぶりだな、相変わらず。その小さな脳に焼き付けとけ。あ、俺、これが忍びの戦いだと。忍びを相手にしたことがどういうことか、お前はまだ痛い、分かっていないようだろ。ちょっと待って、ちょっと待って待って、ゆっくり回復しているから、眼薬で。気を伺え、ここだ、おりゃ、やばい、おりゃ、ドラゴンプレス、よしよし、行くぞ、チャンス、よし、セイクリッドディザスター、やった数十タマー、あ、何、忍びの薬式こう回復アイテムを使用した時の効果が上昇する錠剤効果、ゆえに薬の知識は欠かせない。重さと戦い、重く気づくとしてることができる。なんか学んだぜ、赤鬼、ゲットだぜ。お前のその血は俺の血となり、お前のその肉は俺の肉となる。そしてこの経験は俺を支える礎となる。お前まだいたのか、バカめこいつ。やったぜ、強敵。こんなとこにボスがいるとは思わなんだ。